まあ、ヨーロッパ特に北欧のボクシングって日本と交流が少ないんで、そうですね、あまりその体重ですね、クラスがやはりその上の方のクラスですね、はい、日本は軽量級主体、だから交流少ないんですけどね、このケスラー そのプロモーター、そのモルゲンスパレっていうのが持ってた選手、日本に来たことありますね、はい、まあ、アユブカルレ、そのオールドファンだったら思い出すでしょうけれど、あの工藤正史選手からタイトルを持ち帰った、そのウガンダの選手でデンマークへその移住してですね、それでデンマークで活躍したカルレですね、シュガレ・レナードなんかとも戦ったあの選手、この選手もテクニックのある選手だったよね。第8ラウンドです。まあ、やっぱりヨーロッパというのはテクニック重視なのかもしれません。このテクニックを楽しむという、まあ、ファンの皆さんの目も超えてらっしゃるようです。まあ、ドイツほどじゃないですけども、やっぱりこのデンマークも浜さん、もしかしたらそういうところがあるのかもしれませんね。まあ、そうですね、デンマーク力強い選手が好きなところもありますけどね、状態で、ええ、まあ、ブレタールみたいな上手い選手好きですからね、割と幅があるのかもしれませんね。じゃあね、その中の一人、このミッケル・ケスラー、上手さとそして強さを、この選手は強さをセーブしているから厄介なんですね。にくいですね、心にくいですね。まだ全部ベールを脱ごうとはしません。まだ、おお、出てきました。早く回転、きつくなりましたね。しかもあのパワーであのだけのスピード出せるんですね。ルーカスはきつくなりましたね。ちょっと井田さん今びっくりしました。おー、見やっぱ、そうですね、ルーカスも打たれ強いかもしれないですね。結構もらってるはずなんですけどね、まあ、これがプロ48戦目、百戦錬磨というにはちょっと数は足らないんですが、それに匹敵するぐらいいろんな修羅場をくぐっています、エリック・ルーカス。頑丈さもありましょう。ベテランです、技巧派ボクサーファイターですが、エリック・ルーカス、まあ、ご覧のように見るからにがっちりはしています。ただ今回はそれを上回る上背、そして筋肉を持っているミッケル・ケスラー、見よう、仕留めようという感じです。なんか一気に行くんじゃなくて、毎ラウンドだん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 ペースを上げてきてるんですね。そうですね、ダブルでボディーブローを、ルーカスはだん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 落ちてきてますからね。そうですね、弱らして弱らして、仕留めに行くという、まあ、結局リズムなんでしょうね。そうですね、無理をしないと、ね、危ういところを歩こうとしないですね。もう橋の真ん中をこう堂々と歩いていくような感じです。こういう選手は長いですよ。そうですね、まあ、この試合まだ途中ですけれども、そうですね、こう今ルーカスの応援しようにも今日勝てないやとファンの皆さんも思うかもしれませんね。ルーカスファンもね、どうやったら勝てるか、このテスラーが大事にいってるわけですからね、テスラーが大振りでもするとですね、向こうに当たってくれたらと、ルーカスのパンチ当たってくれたらという何か言ってますけどね、はいはい、何にもないですね。右ストレートが左、ああ回転上げます。これがトップギアか。だん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 回を行きながら強くしてますね、そうするとルーカスはどん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 落ちてきてますからね、はいはい、まだまだタコメーターはレッドゾーンまでは全然行ってないような感じがあります。ちょっと一番きついですよ、こういう風に戦いされるとですね。そうですよね、まあ、一つ言えるのは少なくともこの8ラウンド目というのは今まで、一番強い攻撃を何回か仕掛けたのは確かです。あ、初めてじゃないですか、取ったぞというようなグローブを今右拳を振りましたミッケル・ケスラー。どうですか、まあ、10対9は当然だと思いますが、小泉さん、10対8はつかず、はい、まあ、10対8つけるほどではないですね、もっとダメージないとダメでしょうね。ただ心理的にですね、まあ、この試合ももらったと、のあると思うんですよ。っていうのはルーカスからですね、なんか効いたパンチって言ってこれまで一発も受けてないですね。で、まあ、浜田さん言った通りですよ、その長持ちするでしょう、こういうボクシングだったら、ね、打たせずに打つボクシングをそのままやってるんですね。ただもしこの選手日本のリングで戦う選手であったりアメリカのリングで戦う選手だったら、ね、ブーイング浴びるかもわからないです。もういい加減倒せよっていう感じですね。やっぱり日本をはじめそういう、 こう破天荒なガンガン行ってくれるのが、好きな方が多いですからね、うん、だから土壌が違うんですよ、土壌って言ってもう川でその捨てる土壌じゃないですか。誰も思わないと思いますよ、はい、はい、やはりボクシングに対する哲学が違うんでしょうね、
ボクシング求めるものをファンがボクシング求めるものが違うんですね。さあ大拳、ルーカスが勝負に出ましたね。出ましたルーカスが、うん、ルーカスがおさあルーカスが、どんな勝負を、いやある意味吸ってみなんですね。もうそうですよね、うん、ここまで来たらねもうポイント勝ちしようなんて到底思ってないでしょうし、ベテランですから分かりきってるでしょう。ルーカスはこの回勝負ですね。あ行きますねルーカス、行ってますね。皆さんこれなんてやっぱりましたな、あ面白くないですよねって言おうとしたんですが切っちゃいましたね。あせっかく行こうと思ったんですが宮っぱからもう、下から上からルーカスがガードを固めて中に入ろうとするところ、ガードの真ん中宮っぱ打つんですからね。大したもんですね本当。これがセコンドも、まあ、ルーカスサイドのセコンドも痛くなりますね。なるほどね。やろうとしたことを全部先に読まれてるんですから。イギストレートショート、いや飯田さんルーカス、あ来るの来るならいいよやるよっていう感じで受けて立ちますもんね。ずいぶんこの、なんていうか懐の深いというか、あ胸の厚さを感じさせますチャンピオンのケスラー。ルーカスは一生懸命、ケスラーは、余力残して、まあ、セーブですからね。いやこれはちょっと嫌ですね、どうしようもないですね。ましてですね切ったのが右側でしょう、ということはあのジャブでですねどん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 ジャブを突かれるとですね傷口広がってきますよね。このミッケル・ケスラー本当に危ういところを見せません。まあ、あのケスラーファンというのは当然いっぱいいると思いますけども、いつもあの、ね、左内輪でね、ビールかなんか飲みながら、ゆったり見ることができるんではないでしょうか。 V 級時代のジャイアンツですよ、非常に硬い難攻不落のケスラーであります。ジャイアンツファン以外の方は非常に怒ってらっしゃると思います。すいません第9ラウンド途中まで来ています。まあルーカスも行きたいんですけどやっぱりずいぶん弱ってますからね、ちょっと傷作ってしまいました。弱った段階での勝負ですからね。でももう一回行かなきゃいけないんじゃないですか。あのルーカスはもう勝とうと思ったらだから行こうとしていると打たれてますから今。じゃあもうここいっぱいいっぱいですか。いっぱいいっぱいですね。あボディ打ちに行きます。それでも飯田さんもここまで来たらもうやるしかないんでしょうかね。どうしよう、あっとっとっと、だから行こうとしてこの右がパッツキ上げられますからね。ルーカスがほんのちょっとだけこう距離が近いところで戦いたいんですよね、あのケスラーと比べて、その中に入る直前でもすぐパンチをもらう。今攻めてるんですけど、あっと捕まっちゃいますね。ここで打ち合って負けるわけないんですけどね、ケスラーは今の状態は、それでも大事にプリンチに行きたりするんですからね。第9ラウンド終了です。まあ、こういうのは相手がやろうとしていることをケスラー分かってるんですね。じゃあそうですね、まあ、相手の、まあ、戦力といいますかね、出方戦法もう完全に読み切ってですね、もう独壇場ですね。まあ、ここまでフルマーク、当然今のラウンドも小泉さんがチャンピオンだと思いますがフルマークで来ています。挑戦者にポイントを与えることができません。本当ボクサータイプの見本みたいなボクシングしますね、そのジャブの的確さといい、でこの選手あんまり左フック打たないですね。あでそういえばそうですね、コンビネーションの中にアッパーフック混ぜないですよ、というのはストレートの距離で戦ってるんです。自分の距離を、その保ちながらですね。デンマークコペンハーゲン生まれだそうです、このチャンピオン。つまり地元でやってます、親戚一同おそらくこの大勢のお客さんの中にいるのではないかと思います。第10ラウンド入りました。 WBA の世界スーパーミドル級のタイトルマッチ、本当に強い選手がいっぱいいるクラスであります。その中でもデンマークというのはこのクラスのあたり層が厚いんだと、強い人がいるんだということですが、その中でもとりわけ強いんでしょうこのチャンピオンのケスラー。あールーカス思いっきりいきます。まあやることはこれしかないでしょう。もう当たって砕けろですね、残ってる力を持っている、それを使ってルーカス攻め込んでいきますが、先ほどからやってるんですが、やってるんですが距離も違うしですね、もっとこの思いっきりさを持ちながら違うことをやれるといいんですが、もうダメですよね。10ラウンドまで来て弱り切ってますからね今、その、違うことやる力もないというところです。かろうじて今パンチが届いたという、右大きく振ったパンチですが浅すぎます。
どっか打ちたいんですけど、いきなり右出してきました。ガードが硬くて、それで打とうと迷ってる時には逆にケスラのパンチが来ますからね。ひどいですね。あ、井田さん、ちょっと見づらいかもしれませんね、かなりね。そうですね。だからルーカスにとって一番打たれて嫌なのはですね、やっぱりジャブですよ。自分の傷口にモロに入ってくるんですから。ちょっと顎に弱い選手なんかだと、この左ジャブだけでダウンしますね。単に距離測るだけのジャブでなしですね。これだけ的確でシャープだったらダメージ与えられますからね。ああ、タオルが入りましたね。あ、ストップです。セカンド、陣営、まあ、ルーカス陣営がギブアップしたようです。もうルーカスもこれに、抗議しようとはしません。ここまで痛めつけられたらもうしょうがありません。いやー、大喜びですケスラー。まあ、やることをやろうとして、何にもさせなかった、やりたいですね。まあ、結構感情を表に出すんですねケスラー。まあ、かなり大きく喜びを表しています。やっぱりリングの上では、戦う上では冷静な表情でずっと試合を進めてきたようです。まあ、ルーカスサイドのセコンの方で痛かったでしょう、ね。そうですね、自分も当然、戦ってる本人も痛いでしょうけども、バターンもちろんですね、もっと早いラウンドにテスラーが攻めていってバターンと倒れた方が、セコンドとすると諦めもついたでしょうけどね。これだけ弱らさせられて、セコンドまで痛くなる状態ですよね。あ、もう早いことやってくれよと、やってくれよとは思わないですけどね。やってくれよとは思わなくても、これだけじわりじわりやられるとですね、本当にこれもダメ、あれもダメ、さあ、じゃあ何があるか、もう何にもないという状態でのタオルですからね、はい。まあ、本当にセコンドも本当痛い思いしたでしょう。今スコアが入ってきたんですけどね、はい、ジャッジ3名ともフルマークですね。全ラウンドケスラーです ね、 あーね、90対81が3名。しかしこの距離の長さ、この左のリードジャムの強さ、これにはびっくりしたでしょうね。まあ、セコンドもこれもやりたい、あれもやりたい、もしかしたらここにチャンスあるんじゃないかと、このもしかしたらが浮かばなかったでしょうね。あーね、見る手間は1ミニッチ51セコンダインイチーのロンデベスティリング90-81 for alle tre dommer. Winner by technical knockout in round 10 and still champion Mikkel Hickman Kessler. 2度目の防衛に成功です。今回もまた完勝でありました。これ今まだ26歳です、もう完成されたようにも見えますし、26歳からという年齢から考えるとまだまだ伸びていきそうな、進化していきそうな、そんな、そこを全く感じさせないミッケル・ケスラー、圧倒しまして防衛に成功しています。さあ、簡単に振り返りましょう。浜さん、この距離で、ワンツースルーと落ちましたけどね、これは少し攻めに行ったところですけど、はい、左一本でもいい状態ですよね。まあ、これだけうまい元チャンピオンのルーカスが何にもさせてもらえなかった、まあ、ボクシング人生で初めてじゃないですかね。あ、まあ、ロイ・ジョーンズなんかとやった時なんかもありましたけどね、ええ、思いっきりやったという気持ちはあったでしょうけど、やろうにも何にもさせなかった。あ、まあ、ボクシング人生の中で一番痛い、精神的に叩きのめされた試合じゃないですかね。まあ、しかしこのケスラー、この選手はまだまだ強くなりますよ。まあ、今セーブしてますからね、ええ、この選手が攻撃に行った時にはさあ、誰が勝てるか分からないですね。あ、まあ、そういう思いっきり打つことがあるんでしょうか。それほどなんか落ち着いた感じさえ、見受けられました。26歳のケスラー、見事な勝利でありました。